両館天保2年1月6日は、江戸時代後期の総当州の僧侶、家人、監視人、諸家、豪は大愚。本名は、山本英造、両館像と持参和新月林木国両館は、越後国出雲崎に生まれた、四男三女の長子、聖家はこの地区の名主、立花屋であり、父、伊南は、名主の傍ら、石井神社の誇ら職を務め、廃人でもあった。 両官は後を継ぐために、名主見み習いをしていたが、見習いを始めて2年目の18歳の時、突如出家し、子供の頃に弁学を積んだ、総統集会、竹山三輝寺にて修行をする。この時全国各地に米騒動が頻発した。越後にも、天才、悪役が襲い、強作によりが死者を出した。村人の争いを調停し、盗人の処刑に立ち会わなければならなかった両官が見た。 ものは、救いのない人間のアールな世界であった。両親の説得にもかかわらず、良官は堅くなに修行を続けた。出家後、安永8年22歳の時、備中玉島の円通寺の国船和尚を、生涯の死と定め、指示する。良官は故郷を捨てたが、この世にあらん限りは、父母の言葉を身に包み生きよう、と誓った。円通寺の格式は高く、その入門には、 厳しい戒律を通過しなければならなかった。そして教を学ぶことより、勤労に励むことを第一としていた。ついたち作らざる者は、ついたち食わず、国戦和将は火を変え言葉を変えて、良官に説いた。その教えは、後の良官の生き方に強い影響を与える。修行4年目の春、良官は、母の不法に接する。しかし気教は許されるはずもなく、円通寺の修行は十二年も、 重ねた。完成2年因果を賜る。翌年、両冠34歳の時、好きなように旅をするが良いと言い残しよう去った、国船お尚の言葉を受け、諸国を巡り始めた。父の訃報を受けても、放浪の旅は続け、義下下げにより、和歌の影響を受ける。48歳の時、越後国艦原軍国城村国城山国上寺の小豪安にて、書を学ぶ。 秋葉議長はその手本として自ら選んだ。五号案の良感は何事にもとらわれず、何者にも煩わせることもない、といった生活だった。竹の子が顔を覗かせれば、居間を譲り、子供にせがまれれば、火が落ちるまでまりつきに興じるのだった。良感は歌に、この子らと手まりつきつつ遊ぶ春日はくれずとも、よしと残している。書は良感にとって己がうつぼつたる心情のトロだった。 また書を学ぶうち、従来の書法では、自身の心情を表せることができず、両館独自の書法を編み出す。それは、上手に見せようとするのではなく、一つの点を打つ、一つの棒を引くその位置のわずかなズレが、文字の命を奪う。そんな際どい瀬戸際に筆を運んで、両館の書は出来上がる。五号案での階段の上り降りが辛くなり、六十一歳の時、 お辻神社境内の草案に今を構えた。演熟期に達した、両官の書はこの時に生まれている。70歳の時、島崎村の木村元へ門邸内にそれぞれ住んだ。無欲転端な性格で、生涯寺を持たず、庶民に信頼され、よく教家に努めた。両官自身、難しい説法を民衆に対しては行わず、自らの質素な生活を示すことや簡単な言葉によって、 一般庶民に分かりやすく、仏法を説いた。その姿勢は、一般民衆のみならず、様々な人々の共感や信頼を得ることになった。竜泉寺にある竜漢の墓最後を見取った弟子の、邸神にが、蓮の炉に、竜漢の和歌を集めた。竜漢は他に、監視、教歌俳句、俗用に匠で、書の達人でもあった。新潟県長岡市の竜泉寺に眠る。竜漢の名は、 子供たちを愛し、積極的に遊んだという行動が、人々の記憶に残っている。良館は、子供の純真な心こそが、誠のフッツの心と解釈し、子供たちと遊ぶことを好み、かくれんぼうや手まりをついたりしてよく遊んだという、名所家として知られた、良館であったが、巧妙な人物からの書の依頼は断る傾向があったが、子供たちから、 タコに文字を書いて欲しいと頼まれた時には、喜んで、天上台風の字を書いた。ある日の夕暮れ時にも、寮館は隠れんぼをして、子供たちと遊んでいて、自分が隠れる晩になり、田んぼにうまく隠れた。しかし、日が暮れて、暗くなり子供たちは寮館だけを探し出せないまま家に帰ってしまった。翌朝早くにある農夫が、田んぼに来ると、 そこに、両官がいたので驚いてといただすと両官は、静かに、そんな大声を出せば、子供たちに見つかってしまうではないかと言ったという。このような類の話が伝えられ子供向けの、童話などとして紹介されることで、両官に対する親しみ深い印象が現在にまで、伝えられている。災難に遭う時節には災難に遭うがよくそうろう。死ぬる時節には、死ぬがよくそうろう。ではこれ、 災難斧がルル妙法にてこうから、廃人山田とさつきに宛てた見舞いの一文型に、関わらない率直な表現を良しとし、多くの歌を残した。なお、両官の訳、解説本は、大正後期、昭和から数えると百冊以上になる。遺南の息子よいた四代、山田白左衛門高中の次男。両官、ありがとうございます。